かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。全てを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のもの。は、父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあればきっと。ペルセウス、妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。うん、新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。マイマダカス、どう考えてもおかしいの。まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。二八これにやり。あ、人がいる。あの、あ、すみません。息を抜けるってことは敵ですか。戦うしかないですよね。家康様、どこにいるんだろう。なんか変な感じです。しばらく見当たらない。一体何が起きているんだ。押し通る。ことに小牧山か。戦場の空気が濃い。初めて見る顔だが、やはりあいつらの仲間だな。あいつらの記憶に誰のことだ。とぼけおって力ずくで追い払うまでよ。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。もしかして端芝の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにしても様子が変です。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですな。大方例の連中の仲間だ。父上の手を煩わせるまでもない。敵の偉い人たちが。出てきたみたい。
めけど俺たちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強気あるね。ちぎり勝手に突っ込んだ。言われなくても分かっています。ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ迫力、あれが敵の総大将でしょう。気を緩める前の瞬間に ここまでですぞ。これより先へは行かせません。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ち塞がるのは戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いやいや、敵の言うことなど信じられませんな。中級のコースト落とし、貴様ら俺と戦え。なみなみならぬ気迫、相手にとって不足なし。本田兵が一郎戦つが終わり。ていたす。ただの雑魚ではないよ。オスタール、そなたこそ敵ながら見事。あ、はい。この者と戦う感覚、どこかで。タダカツさんと互角。ダメな人がいるなんて。あ、私なんかが偉そうに分析しちゃってすみません。平八、これにあり。せえ。これぞ無双。どうやら俺を本気にさせたいようだ。奴は追ってきていないようですね。あの凄まじい力は一体。見たことがない建物や。それをはん、それにこの先何が起こるかわからん。ここまで味方に一度も会わなかった。ただどう考えてもおかしい。まずは様子をされ、油断せず侵入すべし。平八、これにあり。例の連中の仲間か。
せえ。初めて見る顔だ。やはりあいつらの仲間だな。あいつら誰のことだ。そぼけを追って力ずくで追い払うまでよ。厄介な奴らめ。けど俺たちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強き主か。君へ突き込んだ。言われなくても分かっています。敵将、そこを動くなよ。お前たち足場軍ではないだろう。どこの軍のものだ。まだとぼけるか。あっちの世界の連中め。死ぬ世界。何を言ってる。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。あ、もしかして半島の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにしても様子が変です。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですね。大方例の連中の仲間だ。父上の手を煩わせるまでもない。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。私たち道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか。世界に来たばかりか。いや、敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いが排除させてもらうぞ。ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ攻撃。あれが敵の総大将でしょう。気を緩めるなよ、死人。ここまでですぞ。これより先へは行かせませんよ。この場所や
お前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるな。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いやいや、敵の言うことなど信じられませぬな。正気を鎮球に戻すと。おしら、貴様ら、俺と戦え。ならぬ気迫、相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。ほう、やはりただの雑魚ではないよ。オスタール、そなたこそ敵ながら見事。はい、この者と戦う感覚、どこかで。忠勝さんと互角、人がいるなんて。あ、これ私なんかが偉そうに分析しちゃってすみません。どうやら俺を本気にさせたいようだ。本田忠勝、井伊直虎、井伊直政、彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川。あ、先遣隊、直に本隊が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。進みましょう。新入り、どうやら他の使い方もできそうだ。正々堂々、
勝負だ。生産とは敵を打ち取った。この鍵はいつか返すぞ。そのような使い方もあるか。者ども、突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。義の先輩、侮れません。私たちもすぐに出陣の準備。義のせんべいだな。思ったより少ないで。油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思って、彼らと遭遇しました。ですが、義の各乱部隊にしてはどうも様子が変です。義軍か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々と異常だ。叩くつともと互角か。それ以上観察している場合ではないのか。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。しながら見事です。ですが、義にあんな主門はいたでしょうか。それがしにはまだなすべきことがある。ここは卑怯。まあ、派手に暴れて困ったわね。でも、これ以上はさせないわ。はぁ、なんか凛とした美人。じゃなくて、すみません、押しております。総の部、ここに極まれ。指揮を取っている方ですか？彼らは敵ではない。
即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉、信じるとだ。もうよい。そのものだ。確かに義軍には見える。話を聞こう。私は孫厨房。行く白衣、全力で戦いましょう。孫厨房、この天下を新たなものとせん。荘園、愛しき風景を胸に描き戦わん。戦うことでしか守れないものがあるなら、この守義法こそが時代を照らす炎だ。偵察に出していた兵が戻った。なんと、一体トータクか。トータクは民を巻き込むのも。ならば同行させてもらいたい。ああ、忠勝が来てくれるならばここ。どうも初めて会った。先ほどの妙な武器。そうです、他にもいろいろ。戦いはどんどん激しくなってきてます。ああ、そうだな。全ての者の不要、聡明の力で我に挑むがよい。